こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、同じ広島出身で私とも交流がね、あって、で未だにね、なんか関わり持ってくださってる、今ドバイにお住まいで、大富豪のね、舞姫さんのことをちょっと紹介したいと思います。今ちょうどブログがあるんですけども、舞姫オフィシャルブログということでね、書いてくださってます。最新の記事なんですけども、もう私がね、ここ3ヶ月ぐらい盛んにFX を通じて申し上げていることなんですけども、いや、こんなエントリーがね、ものすごく今気になってるんですよ。いいですか。はい、止まらない円安、日本総貧乏時代がやってくる。やってくるというよりもすでにやってきてるのかなというところですよね。ちょっと緩めに見て、もうすぐ本格的なやつがやってくるよってことなんですけども、どういうことかっていうとね、この紹介されてるのが日経新聞ではあるんですけども、もう私の動画とかね、FX の相場解説ご覧になってる方だったら痛感してると思いますけども、2年前の3月時点から見ると、円は25円下落してるんですよ。日本円の価値が25円分落ちてるわけなんですよね。この25円って、まあ私たちのお財布の中に入ってる25円がポロンとなくなったってことではないんですよ。25% 私たちの価値が失われたってことなんですよ。この図見てください。すべての通貨ってのは価値を高めているんですよ。まあブラジルのレアルがね、これだけのインフレになってるのはまた別の問題が起きてますけども、まあでもね、価値が下がるより上がった方がいいわけですよ。その中で日本円って圧倒的に価値が落ちてるんですよね。特に有事の際の日本円って言われていて、世界で何か問題が起きた時って必ず日本円って上がっていたんですよ、安全資産として。でもこの2年全然上がってないんですよね。感染症という有事が来ても日本円は下がる。戦争紛争が起きても日本円は下がる。全く日本円っていうのは見向きもされていない状態なんですよ。それに記事に書いてますけども、この流れはますます加速すると思われますと。私も同感です。あっという間に130円となりと言ってますよね。私も相場解説では前回115円あたりの時に120円に行きますよって言ったら1週間で120円行きましたし、125円に行きますよって言ったらもう1週間で125円行ったでしょ。で、130円が今後1週間でなるとまでは言いませんけども、でも130円になるでしょうね、今年の夏までには。で、今年が終わる頃には150円に行っちゃうんじゃないかなっていうのは、私は別に甘い見解じゃなくって、ポジショントークでもなくって、本当にそういう風になると思いながら人生設計立ててますかね。で、記事の方に戻りますと、日本の価値は 50% 減るって書いてるでしょ。で、この感覚がもしね、ないようだったらもうすでにやばいですよ。国家間とか国際間とか貨幣感覚がちょっと欠如してると言わざるを得ないですね。確かに学校でお金の勉強ってしてないですけども、学校でしてないんだったら自分でするしかないですよね。で、学校でもしてない、自分でもしてこない、どうなるんですかって話ですよ。で、お金の勉強すれば、ほとんどの人がお金の勉強してないから稼ぐのは簡単になるわけですよ。その第一歩として今反転で今ね、バーを引いてますけども、日本の価値は 50% 減るってことの意味、これ本当に受け止められてますかってことなんですよ。で、私たちはほとんどのものを輸入に頼ってますよね。よそから仕入れてそれを加工して売るとかやってるわけですよ。基本的には海外から物が仕入れられなければ私たちはすぐに干上がっちゃいます。例えばエネルギーなんてね、特にそうですよね。で、物を買うときってドルに対して円が 50% 下がったという時に、支払いに必要な円っていうのは 50% 増しになるってわけなんですよ。だからこの2年3年で私たちは同じ商品なのに2割高3割高で買ってるってことなんですよ。ね、とてもじゃないけども海外製品高くて買えなくなっちゃうよみたいにね、思うことが来るってことですよ。今までは国内製品が高くて海外のものは安いって感覚だったんですけども、もう逆転しそうです。で、1000万円で買えていたものが1500万払わないと買えなくなっちゃうんで、まあ輸入の高級車とかってね、ほんと高くなっちゃってますよね。ガソリンなんてどんどん高くなるでしょ。ガソリンはほぼ 100% 輸入ですからね。で、仕入れコストが 50% 高くなったら、売価も 50% 以上高くなるでしょ。だからガソリンの仕入れ価格が高くなれば、ガソリンに関わる食品とか物流とか、すべての商品高くなるんですよ。ね。どうします?これ、煽ってるわけでも何でもなくて現実ですからね。怖いなぁと思いながら今回記事を紹介させてもらいましたけども、どうでしょうか。こうやって私たちのお金が減っていく中で、じゃあ片っぽではね、
自力で増やしていくってことを本当にしないとどうにもならなくなるんですよ。特に貯金があるからいいやと思ってる方、危険です。仮に1000万円の貯金があっても、こうやって円の価値が落ちればですね、私たちはさっきお話したように2割高3割高で商品買うようになるんですよ。つまり1000万円と思っていた1000万円が700万円分の価値しか今使えてこないってことになります。もうちょっと時間が経ったら、貯金っていうのはすればするほど損をするものになってくるわけですよ。で、コツコツ貯金して30年かけて、じゃあ2000万貯めました。2000万を使おうかなって頃には、それはマーケットでは1000万円分の価値しか持っていないってことになっちゃうんですよ、ね、これがだからデフレの怖さですよね。デフレとインフレが同時に起きて、スタグフレーションというめちゃくちゃな状態が起きてるわけですよ。使うに使えないし、貯金しておいても損だし、ね、マイナス金利ってあるでしょ。今貯金をしていったら損するんですよ。貯金をしたらお金取られちゃうんですよ。使おうにも使うものは高いわけですよ。どうしましょうかってことですよね。つまりは貯金をしても使っても全然お金がたまんないから、もっと早く稼がないといけないんですよね。ということで、私がおすすめする稼ぎの方法っていうのは、まず YouTube をやることですね。今日から始めても OK ですよ、 YouTube ね。絶対始めた方がいいですよ。私は10年間かけて育んできた YouTube チャンネル、1万4000人以上の会員さんがいらっしゃる YouTube チャンネルですけども、こちらがもうすぐね終了になるんですよ。でも一からまた YouTube 始めますからね。 YouTube を置いて他にありません。たった一人で1億円、2億円、3億円と稼げるものは YouTube が一番早いんですよ。二つ目は FX です。円が安くなるなら、安くなるというポジションで FX をやれば儲かり続けるってことでしょ。ってことは FX、 国際間金融取引、為替の中で円安になればなるほど FX で稼げるって話なんですよ。だから FX おすすめします。三つ目、通信利権を取りましょう。何を隠そう、私はスマホを使えば使うほど1ヶ月で10万円以上のお金が入ってるんですよ。それはなぜかというと、このスマホの利権を持ってるからなんですよね。具体的に言うと、私はこのスマホの代理店ビジネスをしてるんですよ。ですので、私を通じて、スマホを契約した方、もしくは私を通じてスマホを契約した方を通じて契約した方がいれば、ずっと私には権利収入が入るって形になってるんですよね。これは今日からあなたでもできるんですよ。ということでね、稼ぎの方法っていうのは今ね、山ほど溢れてますから、結局所得が上がらないってことは給料をもらってるだけの人なんですよ。稼ぎの方法は増えてるんですよ。その一つに給料があるのはよくな、もういいってことだと思いますけども、その給料だけに頼ってると、稼ぎが給料以外の世界に分散してるわけですから、捕まえに行かないと、よその分野にも、ね、仕事ってのはいっぱいありますし、稼ぎの収入の方法っていっぱいあるんですよ。給料だけっていう時代ではないですからね。少しずつでも始めていくことをお勧めします。では本日は以上です。